ここは長崎県東彼杵郡波佐見町。波佐見焼の産地として有名な町。でもそれだけじゃない町。そんな町。カレークラワンカ。そがんことを分かっとっさ。でも。分かっとんならそいでよかやっか。こんまんまみんなでこきおりやよか。あんこんことをちゃんと考えとっと。あんたがここに降りたかっていう気持ちは分かっけど。考えとっさ。わいもおいもここで生まれて立派に育っとったい。そうけど。ここは自然もあっし、うまか野菜も。綺麗か陶器もあったい。そうよ。そうけどさ、こんこもいつかはきっとこっから出ていくっちゃなか。自分のなりたかもんに正直になってほしかと。そんための教育ば受けるべきやろ。そがんとは大学で外に出たらよか。わざわざ小さかうちから外に行かせる必要はなか。そうけど、よか大学に入るためには大きか高校に入れんばやろ。そういうはそうかもしれんけど、おいたいが決めるこっちゃなかろ。でもあんこにも決めれることじゃなかよ。そいぎんどがんすっかね。よか、カレーの冷めうちに食べよ。それとなく聞いてみっけ。そうね。姫、おいで。カレー食べよう。はーい。さ、冷めうちに早く食べよう。はい、手を合わせて。いただきまーす。ねえ、姫はさ、ずーっとここに降りたか？うん。じゃあ、姫は大きな大学行ったか？うん。大きな高校は？うん。大きな中学校は？うん。ママの作ったカレー、うまか？うん、おいしかー。ねえ、ちゃんと聞いとる？どうあろう、どうあろう。突き上げクラワンカ。姫と買い物ができておばあちゃん嬉しか。お母さんがランチ行っとらすもんね。そうね、たまには子がん姫よかね。ねえ、いっぱい買えたね。今日は特別ばい。帰ったら突き上げ作ろうかね。わーい、突き上げ大好き。姫好きよね。うん、おばあちゃんの突き上げ大好き。あら、嬉しいこと言うね。突き上げはね、おばあちゃんの思い出の味。思い出の味？そう、思い出の味。どが思い出？さあ、着きましたよーっと。ああ、教えてよ。
姫、突き上げできたけど、食べるね。食べる。じゃあ、手洗っといて。はーい。そうめんくらわんか。あっち、体育疲れたな。地球層もさっさんとよね、多分。え、なに、寂しかと。いや、いやいやしとったけどさ、いざ最後ってなったらさ。まあね、ちょっとわかるわ。わからんけど。どっちよ。てかさ、もう進路決まった？今日配られたやん、進路希望調査。こっちさ、県外の大学行こうと思っとる。え？多分、ここ離れる。え、皿の仕事は？好きやろ？え、卒業したら戻ってくると？わからんけど。え、何になりたかと？わからんけど、都会に行ってみたか。じゃあ、おいたいはどうなると？おいたいって？おいとわいさ。え、バイバイ。幼馴染みたに？うん。だって他人ばい。他人ってなんや。同一人物じゃなかし、いつかは離れるやろ。でも、他人って。じゃあね。私こっちやった。うん。待って。で、何？やけんさ。ナショット？ちょっと休憩しとった。仲良かね。あ、そうだ。今日お昼にそうめん茹ですぎちゃったけん。こうたくん、よかったらおやつに食べていかんね。え、ああ、はい。うまー。しみる。夏にぴったりやね。あんまり食べすぎちゃダメよ。
夕食に響くけんね。いや、ありがとうございます、いただいちゃってよかとよかと、もう家族みたいなもんけんね。え、そうですよね、他人じゃなかですよね。どがんした時に。お母さんほっといて。なんで、あんたたち。まあ、他人ではなかっちゃない?ほらね、ほら、ほら。うっそかお寿司くらわんか。わい、さりしかろう。そうねえ。もう始まるばい?うん、ちょっと待って。お、主役の登場会。主役で。主役たい。今日は送別会だけんね。姉ちゃんいかんで。ほーら、わがまま言わんと。お姉ちゃんおらんくなったら、あんたがお姉ちゃんけんね。今日はよかっちゃない？そうだそうだ、もうはーい、寿司ば食べんねー。わーい、寿司だ、おいしそう。おばあちゃんが特製寿司ば作ってくれましたよ。うまかっちゃんねー、恋が。じゃあ私が取り分けますね。はい、どうぞ。ありがとう。はい、おじいちゃんもどうぞ。大きん大きん。ありがとうございます、作っていただいて、うん、よかったよかった大きんね。はい、どうぞ。お、ありがとう。はい、姫もどうぞ。え、ありがとう。やば、みんな揃うたごたんね。そいぎん、いただきましゅうか。それじゃ、いただきまーす。あ、待って。乾杯せんば始まらんぞ。ああ、そうたい、忘れとった。じゃあ、乾杯の温度は主役に。え、私。言いたかことなったら何でも言うてごな。最後のチャンスよ。姉ちゃん、はよう。明日私はこの町場出ます。ここで生まれてここで育って、友達もいっぱいおるし、声ばかけてくれる知り合いもいっぱいおって、今は寂しか気持ちもあります。やりたかことのために外に出ていく私は、温かく身を送ってくれて、本当にありがとうございました。私はこの町の空気も風景も人も食べ物もお皿も全部が大好きやし、いつかいろんなものを吸収してまたここに戻ってくると思います。話したかことはいっぱいあるけど、はよばあちゃんの寿司ば食べたかけん、ここら辺で終わりにしたいと思います。乾杯。乾杯。気付けんばよ。いつでん帰ってきてよかけんね。Thank you.
ここは長崎県東彼杵郡波佐見町。波佐見焼の産地として有名な町。でも、それだけじゃない町。そんな町。